この前の忍耐で心臓ぶっこ抜けたトンです。星のカービィ Wii デラックスがスイッチで発売とか不意打ちすぎるだろ。今回は、寝室がテーマの4人の部屋を作っていきます。4つも部屋を作るのか、誰の部屋を作るんだ？ゆめ子のリラックスしていい夢を、クワトロのうたた寝でまどろんで、オリビアの大きなベッドでぐっすり眠りたい、ケンタの絶対に起きられる場所、です。なんか最後だけ少し毛色が違うな。全部寝室がテーマというのは共通してるね。また、今回の部屋作りの条件は、6×6 マスで作ること、オーダーの家具を使うこと、雰囲気重視で作ること、の3つです。ウプ主がオーダーの家具を使うなんて珍しいね。いつもは住民の部屋に自分の部屋を作ってたりするのに、雰囲気重視ってどういうことだ？いつも部屋を作るときに何をどれくらい重視するかを考えているのですが、今回は統一感やパッと見の印象を重視して作ります。寝室作りの参考になりそうだね。最後にちょっとした発表みたいなのもあるので、ぜひ見ていってね。それでは部屋作りスタート。まずはゆめこちゃんからですね。ゆめこの別荘の依頼テーマは、リラックスしていい夢を。オーダーの家具は、アロマポットと、加湿器と、夢見のベッドです。まさにリラックスして眠れそうな家具だね。ホテルやエステサロンみたいだな。ゆめこの体の色に合わせて、白基調の紫をアクセントにした部屋を作りたかったのですが、夢見のベッドにダークブラウンが入ってたり、アロマポットの白と加湿器の白とベッドの白が若干違ったりするので、白基調でダークブラウンが入るような部屋にしようと思います。結構統一感出すんだな。床は柔らかい白のものがいいので、白いシンプルカーペットにしました。寝室にカーペットはいいね。壁は白系で理想のものが見つからなかったので、ウェディングな壁のブラウンにしました。おお、夢見のベッドと色と雰囲気がぴったりだな。これだと全面窓になってしまうので、正面だけウェディングパーティーの壁にします。エレガントな感じの部屋にするのね。まず夢見のベッドなのですが、6×6 マスの寝室にこの大きさのベッドはちょっと小さすぎるんですよね。他に色々家具を置かないと寂しくなっちゃいそうだね。ということで、ベッドは2つ置くことにしました。増殖させちゃうのか、そしたら誰かと一緒に住んでることにならない？誰かとシェアハウスさせた方が良さそうですね。ベッドの横にはそれぞれ小さな収納を置いて、その上に、エレガントなランプを置きます。ダークブラウンはこうやって細かい部分に使いたいですね。全体が茶色い家具じゃなくて部分的に茶色い家具を使いたいわけか。ベッドの真ん中は左右のチェストとは違う感じのものを置きたいので、アンティークなミニテーブルを置いて、アロマポットはここに置きます。いい香りがして気持ちよく眠れそうだね。ちょっとホテルっぽい感じにしたいので、ベッドの手前にはフットベンチとしてピアノの椅子を置きます。フットベンチ？ちょっと腰をかけたり、足をかけたり、物を置いたり、中には内側が収納ボックスになったフットベンチもあるみたいですね。洋風の高級ホテルとかにありそうだね。壁には絵画を飾ります。その絵だと水色とか余計な色が入っちゃうんじゃないか？そうなんですよね。若干カラフルで目立っちゃうかなとも思ったのですが、この部屋のテーマはリラックスしていい夢を。とても気持ちよさそうに眠る少女がテーマにぴったりだったので、絵画はこれを選びました。天井にも照明が欲しいので、ミルクガラスランプを吊り下げます。絵画と被らないように2つ吊り下げました。ホテルっぽくなってきたね。あとは手前側ですね。何かエレガントな感じのソファーを置きたかったのですが、どうしても気に入る白が見つからなかったので、エレガントなコンソールと、アンティークな椅子を置きます。作業スペースかな。作業スペースにしようと思ったのですが、ここに何を置いてもしっくりこなかったので、置き鏡を置いてドレッサーっぽくします。ドレッサーか、そうやってドレッサーを作ることもできるんだな。反対側には似たような家具のエレガントなコモードを置いて、その上に加湿器を置くことにします。奥の方に茶色が固まるとバランスが悪く見えるので、手前にも茶色を少し置いてバランスをとってます。さらに、ゆったりとした音楽もあった方が雰囲気が出ると思ったので、部屋に合いそうな雰囲気の白いミニテーブルを置いて、その上に木製のオルゴールを乗せます。曲はとてもゆったりとした感じのケケダブにします。思わず眠ってしまいそうな穏やかな曲だね。今日の動画は眠くなりそうだな。そして全体を見た時に、真ん中がとてもスカスカなので、ちょっとしたくつろぎスペースとして丸いラグを敷いて、クッションを置きます。おお、かわいいね。でしょでしょ。ちょっと右側の方が家具が多いので、ヴィンテージなスツールをベッドの横に置きます。小さくてかわいいですよね。ちょっとしたものを置けそうだね。壁はすでにおしゃれなので、ごちゃごちゃしないように飾りは少しだけにします。家具磨きでちょっとだけブラッシュアップしますね。こんな綺麗な部屋に家具磨きするの？今回は前回の反省でほんの少しだけにしますよ。ホワホワのエフェクトで X ボタンを押し、カービィの顔の前で座をつけます。やっとカービィ出てきたか。今回はカービィ要素なしかと思ったわ。アロマポットにホワホワをつけると、よりいい香りがしそうになるね。ほんのりカービィの顔が見えて可愛いね。オルゴールもホワホワさせると、
心なしか音色がちょっと綺麗に聞こえるような気がします。カービィの顔が出てるなら綺麗に決まってるぜ。あとは照明をオレンジ色にして明るさを下げてリラックスできそうな雰囲気を出せば、これでゆめこちゃんの寝室の完成です。え、家具磨き毛しないの？おい嘘だろ、いつものようにもっと台無しにしろよ。台無しにしてほしいの？いや別に台無しにしちゃダメだけどさ、うぷ主が家具磨き本当に控えめにするなんて。悩みがあるなら話聞くぜ。家具磨きやりすぎると台無しにするなって怒られるのに、少なすぎたら台無しにしろよって怒られることかな。申し訳ございませんでした。次はクワトロくんのお部屋を作ります。依頼テーマはうたた寝でまどろんで、いかにも眠そうな顔してるもんな。オーダーの家具は木製テーブルとダブルソファーと冷蔵庫です。全部青色になってるね。青メインの部屋にするのかな。そうですね。ただこの3つの家具を見てみると同じ青でも少し色味が違うし質感も違うんですよ。特に冷蔵庫は全然違う青だね。また青や赤、黄色、緑、ピンクみたいな有彩色をベースの色にするのは難しいので、こんな風に白やベージュを基調としてところどころにある青を引き立たせるイメージで作ろうと思います。無難な色の中に少し青を入れるという作戦か。ということで、冷蔵庫は白、テーブルはライトウッドに変えます。テーブルは大きいから青だと目立つもんね。床はライトなヘリンボーンの床、壁は白いシンプルクロスにしました。いつものうぷ主お気に入りの組み合わせだな。さらに、正面の壁を青いペイントウォールにします。青メインの部屋だからか。そして今回は冷蔵庫が必須なので、部屋を仕切ってキッチンも作ろうと思います。寝室とキッチンだけの部屋か。ま、許してちょうよ。寝室は右側に作ります。木製シリーズやシンプルシリーズをメインに使っていきたいので、ベッドは木製ダブルベッドにします。布団の色は青なんだね。カービィハウスのベッドと同じ柄だな。急にこんな天使を乗せないで、私の心臓はこの冬打ちの可愛さに耐えられるほど強くないのよ。一部の視聴者さんは今のドアップで発作を起こしたと思うよ。すみませんでした。ベッドの後ろには、物を置けるようにカウンターを置きます。手元に照明があるとおしゃれな寝室っぽくなるので、左右にはテーブルランプを置きます。真ん中にはポケットブックを置きます。家具としての本もあるのですが、小さい方が主張が少ないので、その他の中にあるアイテムのポケットブックにしました。常吉の稲荷くじでゲットできるやつだね。住民がよく手に持ってるやつだな。壁には収納もつけておきます。こっち側の壁には、モコモコナイトキャップを飾ります。ナイトキャップかわいいね。スリープカービィが被ってそうだな。だから冬打ちで可愛いの出すのやめようね。私の心臓打ち抜かれるからね。天井にシンプルな感じのランプをつけたいと思ったので、灯籠のランプを吊り下げます。また天井の照明と手元の照明の2種類置くパターンね。そして、今回 6×6 マス縛りで寝室を作っているのですが、寝室メインと言いながらも冷蔵庫があるからキッチンも作りたいし、さらに大きなテーブルも、となると部屋がぎゅうぎゅう詰めになっちゃうので、このテーブルはなしにして、お庭に置くことにしました。お庭も作ってたのか。森の中みたいだね。ところどころにハンモックもあるんだな。外でものんびりうたた寝できるのいいね。カービィとかが寝てそうだな。私も作りながら、ここにカービィやワドちゃんが寝てたら可愛いな、と思ってたよ。やっぱりカービィのことを考えながら作るんだな。部屋作りに戻ります。キッチンは仕切りの左側に作りますね。壁の青色を隠すために、仕切り壁を置きます。こうした方が青の面積が小さくなるし、よりメインの寝室側に目が行きやすくなると思いました。メインに目が行くように作ってるのか。今回はパッと見の印象や統一感が重要だもんな。奥にはシンクを置きたいので、アイアンウッドキッチンを置きます。色で言ったらカントリーなキッチンの方が部屋に合うのですが、デザインに曲線が多くて可愛らしすぎるので、シンプルで曲線的なアイアンウッドキッチンの方を選びました。最近曲線とかめっちゃ気にするね。曲線的な家具の中に一つだけ、ザ、曲線、みたいなのがあると気になっちゃうんですよ。冷蔵庫は手前側に置きます。奥にあるよりもパッと取りに行きやすいと思ったのでここにしました。反対側は仕切り壁じゃなくて木製ボールパーテーションを置こうかな。その上に電子レンジを置きます。仕切り壁には壁掛けの家具が飾れないので、吊るし棚を飾っておきます。キッチンっぽくなったね。あとはキッチンに青色がないので、青いキッチンマットを敷いて、壁に青い換気扇をつければ、キッチンの完成です。ところで、コンロとかはないのか？コンロを置く場所はなかったですね。シンクの横にフライパンを置いてコンロに見立てようかとも思ったのですが、冷蔵庫の横にコンロがあるとコンロの熱が冷蔵庫に悪影響を及ぼしそうなので、雰囲気重視でコンロは置かないことにしました。冷蔵庫とコンロが隣り合うことが気になるなら、寝室とキッチンの場所を反対にすればいいのでは？やっぱり朝の日光が入ってきた方が気持ちよく目覚められると思うんですよ。朝の日光は東側の窓から入ってくるので、ベッドは東側に置きたいなと思います。
ッチンはおまけみたいなものなので、コンロがないこととか冷蔵庫の後ろに窓があるとか冷蔵庫の扉の向きが使いにくいのは気にしないことにしました。めっちゃ気にしてるやん。そうするとソファーは手前に置くことになりますね。キッチンの近くを食事スペースにしたいので、ソファーは右側がいいかな。他の青と比べてソファーの青が濃すぎるので、色はホワイトにしちゃいます。青の色味も揃えたいのね。壁側には横置きカラーボックスを置きます。中の小物はパターンリメイクを使いました。この上には小さめのテレビを置きます。大きいテレビより圧迫感がなくていいかなと思いました。壁がちょっと寂しいので、ベッドと同じ前座にリメイクした額入りポスターを飾ります。額入りポスターとかはちょっと色を足したい時にも便利だね。そして左側はちょっとした食事スペースですね。木製ミニテーブルにベッドと同じ前座のテーブルクロスをつけました。これで左右の青色面積のバランスがちょっと良くなったね。椅子はシンプルなチェアにしようかな。クッションの色はソファーと合わせました。テーブルの上にはマグカップを置いて、壁に照明をつけます。あとは後ろの壁に時計を飾って、エアコンを取り付けます。もうそろそろ完成かな。あとはさっきと同じように照明をオレンジにして、明るさも下げて雰囲気を出せば、クワトロくんの寝室の完成です。今回は家具磨きしないの？ああ、家具磨きしなきゃですね。ウプ主が家具磨きを忘れるだと、今日のウプ主どうかしてるよ。ホワホワのエフェクトに、マホロアの前で座をつけます。マホロアは青いもんね。マグカップからは癒しのマホマホオーラを出して、テーブルランプからはちょっと少なめに癒しのマホマホオーラを出せば、クワトロくんのお部屋の完成です。またそれで終わり？台無しにしないウプ主なんて違和感しかないけど、たまには最後まで真面目に作るのもいいな。気のぬくもりと青色でリラックスして眠れそうだね。次は、オリビアのお部屋を作ります。依頼テーマは、大きなベッドでぐっすり眠りたい。オリビア姉さんってこんなテーマなんだ。かわいいね。猫だもんな。オーダーの家具は、アンティークなベッドと、フロアランプです。今回は2つだけなんだね。個人的には少ない方が作りやすいのでありがたいですね。他にもオーダーの中にある家具を見てみると、ラタンシリーズやアンティークシリーズ、そして木製シリーズが少しありますね。そうやっておすすめの家具がまとめられてるのありがたいよね。結構2種類のシリーズを組み合わせるとおしゃれな部屋ができやすいので、アンティークシリーズとラタンシリーズを組み合わせた寝室にしようと思います。これはおしゃれな部屋になりそうだ。床は、ベッドの色に合わせて古い板間の床にします。壁は、白い小花柄の壁紙にします。結構ダークブラウン多めにするんだな。ベッドは真ん中にしようかな。後ろは物が置けるようにカウンターを並べて、隅っこは柱で埋めます。柱4本で埋めるのか。結構強引な埋め方するね。ま、許してちょうよ。ベッドの左右には、ラタンのテーブルランプを置きます。ここでラタンシリーズが登場するのか。めっちゃオシャレだね。壁には絵画を飾ろうかな。照明は壁にもつけちゃいます。照明だらけだな。よりオシャレに見せるために、天井にドレープをつけてみました。ちょっと壁がごちゃごちゃしているので、白レンガの壁をアクセントウォールにします。柄がなくなると一気にスッキリしたね。絵画によく目が行くようになったぜ。左側には、収納としてエレガントなコモードを置きます。アンティークシリーズと質感や色味が似ているので、エレガントシリーズだけど置いちゃいました。ちょっと茶色成分が多いので、上に白の木製オルゴールを置きます。曲はケケララバイにします。子守歌だね。オルゴールにケケララバイとか寝ちゃうに決まってるだろ。手前はテレビを見られる休憩スペースにします。ローテーブルの上にテレビを置くようなスペースはないので、壁掛けのテレビにします。横長の茶色いローテーブルを置きたいので、ヴィンテージなローテーブルを置きます。テーブルの前にはラタンのスツールを置きます。椅子もラタンシリーズにするんだね。座面だけ白になってるところがかなり気に入りました。テーブルには白のマグカップを置きます。1マス空いてるところがあるので、ラタンのサイドテーブルを置いて、その上に、カサブランカを置きました。カサブランカ、おしゃれで上品だね。花の香りが好きな人には良さそうだな。天井にはスパイラルシャンデリアを飾ろうかな。エレガントなイメージのランプの中で一番主張が少ないものを選びました。右側には、アンティークなドレッサーを置きます。椅子も同じシリーズのアンティークな椅子にします。フロアランプはドレッサーの隣あたりに置いておこうかな。右側はあと2マス余ってますね。一つは何か利便性のあるアイテムを置きたいと思ったので、ミニ冷蔵庫を置きます。それ冷蔵庫なのか。パッと見全然冷蔵庫に見えないな。部屋の雰囲気に合ってて素敵。ミニ冷蔵庫の上には電子レンジくらいの大きさ、重さのものなら置いて大丈夫だと思うので、眠気覚ましのコーヒーを作るためのエスプレッソマシンを置きます。エスプレッソマシンなら電子レンジよりも軽いしきっと大丈夫だよね。ちょっとでかい気もするけどな。ま、許してちょうよ。あとは右側にも緑とラタンが欲しいですね。鉢のところがラタンっぽくなっているモンステラを飾ります。モンステラも実質ラタンシリーズみたいなもんだよね。緑がいい感じのアクセントになったな。
右手前の方にも緑が欲しいので、壁にウェディングな壁飾りを飾ります。ウェディング家具も可愛いよね。この状態で正面から部屋を見た時に、左側の壁に凹凸がなくて寂しいなと感じたので、こっちにもウェディングな壁飾りを飾ります。生い茂ってる感が素敵だよね。深めの緑が上品でいいね。後ろの壁には、真ん中に振り子時計をつけておきます。後ろにも少し緑が欲しいので、壁にウツボカズラを飾ります。ベッドの下に白いラグを敷けば、オリビアさんの寝室も完成です。アンティーク家具やラタン家具を中心として、植物がアクセントになった素敵な寝室ができたね。あつ森の植物って置くだけでおしゃれになっていいよね。ところで、家具磨きしないの？ああ、もちろん家具磨きもしますよ。私が忘れるわけないじゃないですか。ホワホワのエフェクトにはドルディのマイデザをつけますね。ランプにホワホワをつけると優しい光に見えますね。オルゴールにもホワホワをつけて、植物にもつけると可愛いよね。これで本当に完成です。またホワホワだけ？やっぱり今日のウプ主おかしいよね。またいつやらかみたいにウプ主に化けた誰かさんじゃないかと疑ってしまうんだけど。でもあの子だったら口調でボロが出るはず。私とカービちゃんを一緒にしてもらっては困りますね。まああいつはすぐボロが出るからな。ここでちげえよとか言わないあたりカービちゃんではない可能性の方が高いような。最後に、ケンタのお部屋を作ります。依頼テーマは、絶対に起きられる場所。今度はリラックスして眠るんじゃなくて、起きる方か。毎朝の筋トレのためにバッチリ起きられるようにしたいみたいです。ストイックだな。オーダーの家具は、ベル付きアラームクロックと、デジタルアラーム時計です。目覚まし時計2つも必要なのか。オーダーからもどうしても起きたいという思いが伝わってくるね。小さな小物2つだけなので作りやすそうに見えますが、デジタルアラームのリメイクが派手なのですごく難しかったです。確かに派手な色が多いし、数字の色も気になるな。画面の色も黒いもんね。ケンタ君のトサカの色が赤なので赤をアクセントにした部屋にしたかったのですが、デジタルアラームに赤がないので、アクセントの色は作りながら決めていくことにしました。そして、全体は白をベースにしたいので、床は白いペイントフローリング。壁は白いペイントウッドの壁にしました。壁と床は同じものにするんだね。真っ白な部屋だな。オーダー家具一覧を見た感じだと木製シリーズやシンプルシリーズが多いので、家具はそういうのを中心に置いていきます。ベッドはだらしないベッドとか使っちゃおうかな。生活感あっていいよね。きっと朝飛び起きてそのまんまなんだろうな。目覚まし時計はここに乗せておきます。こっち側のチェストにはキューブライトを置きます。こういう間接照明って、部屋の隅に置くと壁に光が反射してより明るくなるみたいですね。一応このキューブライトは、朝日のような光で自然な目覚めを促す、光目覚まし時計に見立てています。最近よく知られるようになってるやつだね。起きる時間に合わせてライトがゆっくり光るやつ。でかい音で起こされるより気持ちよく起きられそうだな。天井にもライトをつければ、寝床の出来上がりです。他の場所に何を作るか迷ったのですが、クワトロ君の家ではキッチンを作ったので、ケンタ君の家ではお風呂を作ろうと思います。寝室の隣にお風呂か。たくさん運動した後はシャワー浴びたいもんね。6×6 マスでスペースが狭いので、お風呂とトイレと洗面所は全部一緒にしちゃいます。ユニットバスか。まあ一人暮らしだから問題ないでしょ。壁には、バスタブのところにシャワー。真ん中にアイアンウォールランプをつけて、左側の壁には、換気扇をつけておきます。あとはここに柱を立てて、カーテンのパーテーションで仕切ります。お風呂っぽくなったね。このカーテンの色は、部屋に合わせて真っ白にしたかったので、透過で塗りつぶしたマイデザインを使ってます。透過だと真っ白になるんだな。比べてみるとよくわかりますね。左が透過のマイデザイン、右が普通のリメイクのアイボリーです。右はアイボリーだから完全な白じゃなくてちょっと黄色いんだね。左の真っ白の方が部屋に合う気がするぜ。これでお風呂の完成。と言いたいところだけど、柱が完全に窓をぶった切っちゃってますね。ほんとだ、ちょっと違和感あるね。それに、左右の柱の位置が合ってないのも気になる。なんか前もそこでつまずいてたような。ということで、ここは柱を1本増やして合わせることにします。そこに増やすのか。窓に関しては、位置をずらしたり片方の窓だけ消したりすることはできないので、窓のない壁紙をアクセントウォールにします。と言ってもいいものが見つからなかったので、マイデザのところで A ボタンを押して、プラスボタンを押して、この中にあるパターンリメイクから選ぶことにします。パターンリメイクなら窓がつかないもんね。と言っても柄物だらけで選ぶのが難しかったのですが、多少の薄いグレーなら無彩色だから目立たないだろうということで、グレーのストライプのものを選びました。ストライプなら柄もシンプルでいいね。さっき置いたベッドの柄も、壁紙と同じものにしてます。同じ柄のものがあると統一感が出るな。窓をなくしたことで飾れる場所が増えたので、掃除用品に見立ててアイアンウォールラックをつけます。掃除用の洗剤とかか。これで浴室の完成です。浴室の手前には洗濯機を置こうかな。高そうなもの使ってるな。
左手前にも木製の色が欲しかったので、木製クロゼットを置いて、デジタルアラームはこの上に置きます。そんな布団から遠いところに目覚まし時計置くの？でも遠くに目覚ましがあれば立って歩いて止めに行かなきゃいけないから、目覚まし時計止めてそのまま二度寝することがなくなりそうだな。それはいいね。うぷ主ならそれでも布団に飛び込んで二度寝するだろうけどね。色はホワイトにリメイクしました。白なら部屋に馴染むし、ラインの黄色っぽい色は木製家具の色と似てるし、数字の水色は、ベッドの下の水色の物体と似てるのでこの色にしました。馴染む色が見つかってよかったね。0.5 マス余ったので柱を立てておきます。あとは右手前のスペースですね。ここは休憩スペースにします。椅子まで木製シリーズにすると右側が茶色だらけになっちゃうので、クッションを白くしたシンプルなチェアを置きます。隅っこには何か真っ白の機能的なものを置きたかったので、ミニ冷蔵庫を置きました。さっきも確かその辺に置いてたよね。反対側にも何か置きたいのでゴミ箱を置いといて。あとは水色がベッドのところとクロゼットのところにあるので、右手前のこの辺りにも欲しいですね。水色をアクセントにするのね。壁に埴輪を飾ろうかなと思ったのですが、埴輪を乗せる台の色が濃すぎるのが気になったんですよ。茶色いところのことか、確かに他の木製家具と比べて色が濃いな。というわけで、壁には何も飾らずにミニ冷蔵庫の上に埴輪を置きます。色が部屋にバッチリ合ってるね。埴輪も綺麗な音色で朝起こしてくれるってわけだな。ドスドス埴輪の方がドタバタしてて面白いのですごく迷ったのですが、青の面積がちょっと大きすぎるのと、青の色合いがちょっとだけ青すぎるのと、腕にピンクが入ってるのが気になったので、ここは雰囲気重視でベル埴輪ちゃんを選びました。ドスドス埴輪も可愛いもんね。色さえ良ければドスドスが良かったな。もうちょっと水色を増やしてもいいと思ったので、目覚まし時計はライトブルーにします。確かにその方が寝室に目が行くね。いい感じになってきたぜ。出入り口付近がスカスカなので、玄関マットのようなものを敷きます。おお、色が木製家具の色と似たベージュでいいね。筋トレしてる感もちょっと出したかったので、床にちっちゃいダンベルを落としておきます。常にそういうの持ち歩いてそうだな。壁にも何か飾りたいので、寝室にパジャマをかけて、後ろの壁には、エアコンと、アイアンウォールランプと、デニムキャップを飾ります。外で運動するときに使う帽子かな。壁にかけるとオシャレだね。最後に家具磨きをしなきゃですね。今回はちゃんと覚えてたんだな。目覚まし時計が鳴ってる感じを出したいので、ポコポコのエフェクトに。ぽよの前で座が一番目覚めやすそうだね。それはうぷ主みたいにカービィ大好きな人だけだね。目覚まし時計はぽよぽよ言わせておきます。これで絶対に起きられること間違いなし。カービィの声で起こされるなんて幸せだな。ケンタ君がそれで起きられるかはわからないけどね。あとは照明をオレンジ色にして、明るさを下げれば、これでケンタ君の絶対に起きられる部屋も完成です。光目覚まし時計と、アナログ目覚まし時計と、デジタル目覚まし時計と、ベルハニは、これだけあれば絶対に朝起きられるね。ところで、やっぱりうぷ主にしては家具磨き少ないよな。ないとは思うけど、誰かさんがうぷ主に化けてる可能性もあるから、一応お家の様子を見に行こうか。おーい、カービー。留守じゃねえか。ってことは、やっぱりあいつがカービちゃんだったってこと？マジかよ、あいつまた騙しやがって。とりあえずうぷ主に報告しないと。おーい、うぷ主。カービのやつまたお前のチャンネル乗っ取ってるぞ。こっちも留守かよ。みんなどこ行ったんだよ。とりあえず別荘に戻ってみるか。ふうようやくうぷ主の目を盗んでここまで来れたぜ。はーい、僕はカービちゃんだよ。なんか最近また動画少なくなってるし、僕が出演して助けてあげなきゃね。と言っても最初から別荘作るのは面倒だから、うぷ主が裏で作ったであろう別荘をいじるだけにしとくわ。まずは夢子のリラックスしていい夢を、すごくいいね。お昼寝大好きだからここにするわ。って、なんだこの可愛さのかけらもない地味な部屋は、マジでうぷ主のセンスがわからんわ。でもさすがに部屋をガラッと変えたら後でボッコボコにされるから、家具磨きだけちゃんとしてやるか。なんかこの部屋エステサロンっぽいから、カービィがマッサージしてくれるという設定にしちゃおうか。あんなもちもちふわふわしたお手手で触れられたらそのまま天に召されそうだわ。僕もカービィみたいにもちもちになりてぇな。あとは家具磨きと言ったらやっぱこれっしょ。布団にカービィやワドルディを吸い込ませれば、リラックスしていいカービィの夢が見られること間違いなし。これで完成。リラックスしていいぽよ。さっきよりもこっちの方が絶対いいよね。いやー、いい仕事したわー。今度はこの部屋にしようか。またまたシンプルな部屋なのね。カービィハウスのベッドと同じ柄を使ってるところだけ評価するわ。カービィの主なキャラで青が印象的なキャラと言ったらマホロアだよね。ってことでここの額縁はマホロアの絵に変えてと。冷蔵庫にもマホロアの絵をつけてと。あとは布団にマホロアを吸い込ませれば。あっという間にマ
フロア部屋に変身。うたた寝でまほろんで。いやー僕ってやっぱり天才だな。次はこの部屋だ。またまた大人な居心地悪い部屋だな。本当は全部片付けて作り直したいところだけど、家具磨きだけで許してやるわ。この部屋の主役はワドルディ。ワドルディが寝てる人の体に次々と取り込まれていく。これは特茶のケルセチンウォールドが必須だね。きっとここのミニ冷蔵庫の中は特茶で埋め尽くされてるんだろうね。ということで完成したよ。大きなベッドでたっぷり吸い込むぞ。僕も体脂肪ワドルディならいっぱい欲しいわ。そうすれば体がだんだんまん丸になってきて、いつかカービィに、あ、なんでもないです。最後はこの部屋にしようかな。てか最近ウプ主が作った部屋全部寝室がテーマじゃねえか。どんだけ寝るの好きなんだよ。あ、僕も一日の大半は寝て過ごしてるわ。目覚まし時計なんて使ったことないけど、絶対もっとうるさいよね。これぐらいポヨポヨしてないと起きないっしょ。ワドルディの人数も増やさなきゃね。あと埴輪はドスドス埴輪の方が絶対いいよね。あとここにテレビがあったりすると嬉しいな。ポチッと。もしもしカービィちゃん、そんなところで何をしているのかな？は？別に何もしてねえよ。ウプ主の作った別荘がちょっと気に入らなかっただけだよ。てかなんでテレビつけたらウプ主が出てくるんだよ。細かいところは気にしないの。ところで、後ろに置いてあるカメラは何だろうね。カメラ？あー、これは自撮りだよ。ほら、僕ってナルシストじゃん。どうやってごまかすかまでは考えてなかったのね。チャンネル乗っ取ろうとしてるのはバレバレなんだからね。そんなことしてない。ただ僕も部屋を作って動画に出たかっただけだよ。あれ？くっそバレちまったか。爪が甘いな。お客様の前でこんな話するのはあれだし、後でゆっくりお話ししましょうね。ああ、せっかく僕の思い通りだと思ったのにな。ってわけでちょっと話があるのね。ああ、はいはい、なんですか。カービィちゃんって見た目カービィに寄せてるけど、カービィ本人でも擬人化でもないじゃない。あんまりそこ触れないでほしいんだけど。でもカービィというニックネームでその見た目だと、初見さんは擬人化されたカービィだと思うわけよ。それが何か悪いの？性格や口調、行動があまりにも本家カービィとかけ離れてる。可愛くてお昼寝大好きで自由で、カービィそっくりだと思うけど、公式のカービィと一緒にされては困るのよ。少なくとも私にとっては地雷。つら、なんかウプ主僕にだけきつい気がするんだけど。大丈夫、きっとツンデレってやつだから。それは違うよ。一番ダメなのはその服。あなたが着たらカービィ本人にしか見えないのよ。よっしゃやったね。ってことで私がカービィちゃん専用の衣装を作ってきたから、これからはそれを着てね。何それ楽しみ。余計なお世話なんですけど。で、その衣装とやらを早く見せろよ。こちらがカービィちゃんの新衣装です。じゃーん。おお、割とシンプルな感じだね。ピンクの服に赤のストールに星型の留め具か。ちょっとでもカービィっぽさを出さないと脱いじゃうかと思って頑張ったのよ。元のカービィの顔の服に着替えられることだけは避けたくてね。カービィちゃん、気に入ったかな？いや、別に。反発しないってことは気に入ったってことだな。別にこんなの全然気に入ってないし、こんなのカービィじゃないし。丸いフォルムがいいと思って丸型ワンピースで作ったけど、ワンピースって結構女の子の印象があるかもしれないから、足元はスニーカーにしてバランスをとってみたよ。すごくよく考えてコーディネートしたのね。カービィちゃんのこと大好きだな。だからそうじゃないんだって。変な格好させると脱いじゃうからってさっきから言ってるじゃない。なんかウプ主が作った服を着てるのが気に食わないから脱ぐわ。ああ、カービィの顔の服だけはやめてモザイクつけるの面倒だから。モザイク？なんか体モザイクは嫌だからこっちにしといてやるよ。別に全然気に入ってないから。わかったわかった。もしかしたら私の服もそのうち変わるかもしれないし変わらないかもしれないです。今制作中で大体はできているのですが、気に入るものが完成したら私も衣装変更しますね。まあ割とよくありそうなデザインだな。というわけで今回の動画は終わりです。寝室作り素敵、カービィちゃんの衣装可愛い、と思ってくれた方は、グッドボタンを押してくれると嬉しいです。僕の家具磨きも素敵でしょ。今回はカービィ要素少なめでしたが、これからもカービィの部屋作りやしまくりを投稿していくので、チャンネル登録してくれると励みになります。僕ももっと頑張るよ。コメントやツイッターフォローもよろしくだぜ。それではまたお会いしましょう。まったねー。